いつもご視聴ありがとうございます。廃墟めぐりのハイドリアンです。チャンネル登録をお願いします。ご協力をよろしくお願いします。廃墟巡りのハイドリアンです。ただいま活業ホテルの隣の、未完成ホテルに来ております。特に名前がわからないんですけど、暗いな。暗いけど、よし、なんか未完成ホテルっていうのがこういうことですかね。なるほどですね。ほうほう。未完成なんですけども、いつか終わらせる、完成させる予定はないそうですね。なんかあの民家が本当に近いので、大きな声は出せないです。未完成ですけど、結構いいところまで来てるっていうか、今回はちょっと、もうちょっといつもよりいいカメラで撮影してるんですけど、どうですかね。ハイクオリティのはずです。実際にハイクオリティですかね。ここまで作ってるんですよね。なるほどですね。ではちょっと上の方に行きたいと思います。なんか上の方がもうちょっと明るいみたいですね。どうですかね、実際に。もっと明るい感じ。なるほどですね。全然明るいですね、ここ。
ど未完成なところがなんか伝わりますね。民家がすぐ近くなので大きな声はちょっと出せないですね。気になるドアがいっぱいあります。これは部屋か事務所的な場所ですかね。セダというのは多分そもそもベッドを借りたことないってことですかね。なんかどういうことですかねこれ。なんかドアがおしゃれ、なんかおしゃれ風のところですかね。こういうのが好きですね。これもお部屋ですね。あんまり音を立てないようにしてます。近くに民家と営業中のホテルありますので。なるほど。なるほど、未完成なのに結構なんか開業する寸前だったんじゃないのかっていう印象ですね。隣のホテルのお客さんが急に大きな声を出してさ、バイバイとか言ってびっくりしちゃったんです。おいおいって聞こえたからちょっと心配しすぎ。よし、なんかこれすごく歩きやすいというか気持ちいいカーペットですね。なんか部屋が全部見られることがちょっと嬉しいですね。嘘でしょ、雲ですよ。あ、気持ち悪い。なるほど、これは人材ですね。これは人がやりましたよね。なるほど、似てますね、さっきの部屋とは。これが向こうのホテルです。
の部屋非常に明るい。後ろのドアが音を立てないように押さえてますか。なんか広いですかね。ですね、これは怖いですね。動物園の怖っ。鏡とかまだ貼ってないんですね。これ絶対歩かない方がいいですね。私も体重結構あるんですけど、これ本当に皆さんもし行くとしたらこういうのは気をつけてください。もうすぐ崩れそうですね。もう静かで、なんか動物が住んでなさそうですね、ここには。こういうこと、何ね、特に何もないじゃないか。閉まる音後ろからドアが閉まる音って怖すぎ。リネン、なんか臭い、こもってますね。人の歩いている音がする。なんかいるんじゃない？人、
あ、2階の方はこれで全部ですね。3階の方行きましょう。暗そう。どうですかね、これは。2階とは似てるような感じですね。ちょっと違いますね。開いてないですね。開いてないですね。開いてないですね。残念な気が。3階の方に来ております。お、外がはっきり見えますけど、この民家は廃墟じゃないんですよね。そんなことないか。と一緒です。この階の部屋はまさか全部閉まってないよね。あ、やった。よいしょ。これぐらい開いてましたね。ここにはないんですね。さっきの足跡的なもの。ちょっとあまり大きな声が出せなくてすみません。ちょっと近くに営業中のホテルがあったり民家があったりしますので、大きな声を出せません。この階は一つの部屋しか見れなかったんですね。では上の階が待ってます。上の階行ってみましょう。
け。これは2階と同じ感じですね。ナイスビュー。じゃあ今回はここから見てみましょう。どういう遊びしてるんだろうこれ。こもってる。ウケる。さっきと同じですね。なんかこういうところの穴とかって人ですよね。ノブ自体がないですねこれ。おなぜかこの部屋は見れるんですよね。わお。何があったんだろうここ。なんかちょっと気になる点がありますね。糞がひどいんですよ、ここ。鳥の糞が偉いことになってたんですよね。閉まってますね。4階あったんでしたっけ。階段はある。4階建てですかね。なんかまだよく外見を観察してない。ですね、なんかひどい中に入れてラッキーですけどね。OK。なるほど。ちょっと古っぽいですね。なんか住んでたんじゃないですかね、誰かが。これを見るとなんかこれ古いんですよね。犬が聞こえます。
では上行きましょう。閉まってる部屋って多いですね。なるほど。すみません、あまりいい音じゃない。まだ9月の頭ですが、残暑というかもう猛暑ですね。まさか All closed 部屋が全部閉まってます。残念です。では上行ってみましょう。一旦休憩します。はい。これちょっと目立つ場所ですけど、なんかこんな屋上に来る機会ってないんですね。で、これが活業ですね。これが活業、後で行く場所ですね。これが営業中のホテルですね。こんな感じですね。
すごいですねこれ。3階だったか。何年とか書いてないんですよね。こういうところに立つことってなかなかない。暑いな。そっか、さっき来たもんな。感じか。よいしょ。
一つの道ですね。私は別の道から来ました。ちょっと気になるからここを見ましょう。すごい好きな感じですね、ここ。楽ですかね。うわ、道、なんかこれ、よく見てください。しばらく人来てない。あれ、映ってないな。あれ、映らない。あれ、映らないな。私の大嫌いなものは、大嫌いなやつ映らない。分かんないか。なかなか映らないな、こいつ。あ、来た。そういうことか。とりあえず出口。なんかいろんなところに雲がいて気持ち悪い。感じです。廃墟巡りのハイドニャンでした。